上北大駅舎上北大駅に進入中の車両から撮影。右の線への渡り線が構成されている、軌道終端部はわずかに西へカーブし、箱根ヶ崎への延伸に備えている、東京都東山都市上北大の新大梅街道と、芋久保街道合流点。将来写真右手奥にある、玉物レール、上北大駅から、写真手前右手方向の新大梅街道へ曲がり、 箱根ヶ崎駅へと向かう予定。改札口上北台駅は東京都東山都市上北台一丁目にある多摩都市モノレール線の駅。同線の起点駅である。駅番号は TT19。日本のモノレールの駅としては最北のものである。相対式2面2000ホームを持つ高架駅。駅舎内にファミリーマート上北台駅店がある。 2019年度の1日平均乗車人員は6,545人である。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。2000年1月の審議会において、上北大箱根ヶ崎駅間の延伸計画が答申され、2020年1月23日に延伸事業の着手が正式に発表された。MM シャトル、ありがとうございます。